国分駅は、鹿児島県霧島市国分中央三丁目にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。事務官コードは94万519。1929年以前は、隣の早戸駅が国分駅を名乗り、かつてはこの駅から、渋市駅方面に、大隅線が伸びていた。鹿児島中央駅からの普通列車の大半及び、 特急、霧島の一部が当駅で折り返す。ワンマンで運用する普通列車においては当駅より、鹿児島中央駅まで、車内生産は行わない、いわゆる都市型ワンマン方式となる。九州新幹線部分開業後の2007年3月17日までは、鹿児島県内を運行する普通列車の終着時刻が、最も遅くなっていたが、翌日の3月18日より、 鹿児島本線の川内駅にこの座を譲った。当駅は霧島市の中心駅であるが1929年開業と比較的新しい。当駅の開業前は現在の早戸駅が国部駅を名乗っていたが西国分駅を経て早戸駅に改名された。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の合計二面三線のホームを有する地上駅。 この他に側線が敷かれており、鉄筋コンクリート作りの駅本屋を持つ。なお駅本屋側の短式ホームにはかつて、大隅線の列車が発着していた切りかき機、ホーム霊板線の跡が残っている。改札口は東口にしかないが、自由通路を利用して、西口駅前広場へ渡ることができる。JR 九州サービスサポートが、駅業務を受託する、業務委託駅で、 緑の窓口が設置されている。改札業務は、始発から終電の同駅終着まで行う。当駅以南の区間で IC 乗車カード、守護課の利用が可能。ただし、普通の乗車券、定期券対応の自動改札機ではなく IC カードの読み取り機が設置されている。守護課は緑の窓口や自動券売機で購入できる。 タッチパネル式の自動券売機が2台設置、改札内には IC カードチャージ機が設置されている。日豊本線では、鹿児島中央駅を起点として、当駅までが守護家の利用可能エリアとなっている。当駅伊藤へは利用できない。また、日豊本線では、宮崎県の田野駅佐渡原駅間でも守護家の利用が可能であるが、この区間は、宮崎エリアで利用エリアが異なるため、 この両エリアをまたがって、守護課を利用することはできない。2020年度の1日平均乗車辞任は2451人で、ある。鹿児島県内の JR 九州の駅としては、鹿児島中央駅に続いて、第2位。近年の推移は、以下の通り。駅周辺は、霧島市の中心である。霧島市の誕生前は、国部市の中心部であった。 かつては JR 九州バスが運行していた。ありがとうございます。